ブリストルスカウト、ブリストルスカウト、ブリストールスカウトは民間のレース機として作られたロータリーエンジン単発、短座のシンプルな服用機である。黎明機の軽量飛行機の例に漏れず、イギリス海陸軍の航空隊によって作敵機、スカウト内視高速偵察機として採用された。初期の短座機の一つとして戦闘機としても使用されたが、 当時は効果的な武装を取り付けることができず、また、イギリスで同調式機銃が使用できるようになった頃には、本機は時代遅れとなっていた。イギリスでは1920年代初期まで、短座戦闘機のことをスカウトと呼んでいた。ブリストルスカウトの試作機は1913年の後半に、フランク・バーンウェルとハリー・バスティードによって設計された。 初飛行は1914年2月23日にバスティードの操縦で行われ、1914年3月、ロンドンオリンピア展示センターの航空ショーで一般に公開された。スカウトは1913年から1914年の当時のタンザー軽量飛行機の流行であるレース用の外見を持ち、胴体よりわずかに広いだけの39インチ、99。 センチメートル幅の主脚と、わずか1.5度の上、帰り角を持って正面からはほとんど水平に見える、主翼を備えていた。エンジンカウルの前面には、開口部がなく、ノームエローヌラムダ7機筒80馬力ロータリーエンジンを冷却すために、下部が水平に切り取られていた。垂直尾翼には、固定部分がなく、当時のニューポールやモラールソルニエ、フォッカー等と同様に全体が、 可動式の方向だとなっていた。ブリストルスカウトが活躍した1914年から1916年の時期は戦闘機という機種が明確な形を取り始めた時期であり、イギリスの牽引式航空機に武装を施す初期の多くの試みがブリストルスカウトに対して実地に行われた。最初に試みられたのは2機目のスカウト B。 RFC ナン六百6 4 8への2丁のライフル装備で左右に各1丁ずつプロペラ回転面の外側に前方に向けて装着された。イギリス陸軍航空隊ロイヤルフライング港 RFC 第6飛行中隊のラヌーホーカー、ラノホーカー隊員が使用した2機のスカウト C ナンバー1 6 0 9及び1611には それぞれ、ホーカー単位の考案した課題によって、胴体の左側に一丁のルイス機銃が装着された。それは2機目のスカウト B に試みられたライフルの装着方法とほぼ同じものだった。ホーカーは1915年7月25日、パッシェンデールとジルビーク、ジラベックの上空で、1611号機によって2機のドイツ軍機を撃墜し、3機目を戦闘不能にさせた。 その功績により、彼は、イギリス軍のパイロットとして、初めて、空中戦の戦果に基づいて、ビクトリア十字勲章を与えられた。最初に製作された24機のイギリス海軍、航空隊、ロイヤルネーバルエアーサービス、夏のスカウト C の武装は、ほとんどが、ルイス機銃1丁で、何機かには、ニューポール11に倣って上翼の中央に、装備れたが、イギリス軍パイロットの多くは、 ルイス基銃を全部胴体に装着するという、より不適切な方式を採用した。それはまるで後のプロペラ同調基銃のように、プロペラの回転面を通して前方に発するものだったが、当時はまだ同調がなされておらず、そのためしばしばプロペラの深刻な破損事故が起きることとなった。ローラン・ギャロスが、モラーヌ・ソルニエーヌ単容器で試した、弾丸変更用のプロペラへの装着も一の、 スカウト C ナン、no. バー5303で試験されたが、その場合には、モラール N と同様の巨大な支柱鍋のようなスピナーを必要とし、それを使用することは、スカウト C の80バリキルローヌロータリーエンジンに十分な冷却儀を供給できなくなる結果をもたらした。そのため、弾丸からプロペラを守るための変更くさびの装着は、それ以上検討されることはなかった。 戦争の初期には、ドイツのゼッペリン飛行船を撃墜するために、イギリス海軍航空隊のスカウト D により、ランケンダートという特殊な武器の使用が試みられた。それは一つにつき一ポンドの爆薬が装填された、空中投下可能な矢型の爆弾だった。CT フリーマン飛行隊員の操縦するスカウト D、ナンバー8953は、飛行甲板を装備したマンシマ蒸気船。 インデックス、民間時代の鮮明、バイキングの前半部分から飛び立ち、1916年8月2日、ランケンダートによるゼッペリン L17 の撃墜を試みた。ランケンダートはスカウトデイの胴体のパイロットの足のすぐ後ろに垂直に置かれた2本の筒状の容器から発射された。しかしランケンダーートは、ゼッペリン飛行船に損害を与えることができなかったばかりか。フリーマンは、 スカウト D をビンデックスに着艦させることができず、陸地からも遠く離れていたため、海面に着水し、機体を放棄しなければならなかった。陸軍航空隊のスカウトへの同調機銃、後にソッピースパップ戦闘機で大成功を収める、マキシムタイプウィッカース機銃の空冷バージョンに類似した、物装備の試みは、まず1916年3月スカウト C の、 後期生産型ナン、no. バー5313に対して行われた。そして他にスカウト C 後期型とスカウト D 前期型の合計6機にもナン、no. バー5313と同様の装備が行われたが、これらすべてに用いられた大型のビッカースイコールチャレンジャー同調装置はビッカース機銃を安全に発射するには不都合を抱えていた。これらのスカウトの一機がテストにおいて すべての弾丸をプロペラ回転面を通して発射したのは1916年5月のことだった。ブリストルスカウトを受領したイギリス陸軍、または海軍の飛行隊のうち一つとして最後までスカウトを使い続けたところはなかった。1916年夏の終わりの時点では陸海軍いずれの部隊にも新しいスカウトは供給されておらず、陸軍では 推進式のエアコー d h タンザ戦闘機に交代したものが多かった。少数のスカウトは中東、エジプト、マケドニア、メソポタミア、パレスチナなどに送られた。軍用最後のスカウトはかつてイギリス海軍航空隊に所属していたスカウト D ナンバー8978でオーストラリアのメルボルン近郊のポイントクックの基地に1926年10月まで在籍していた。 ブリストルスカウトは最前線での任務から引退した。あとは公式には練習機に分類されたが、実際にはほとんど訓練部隊には送られず、上級士官の個人用、乗用機として部隊に残った。スカウトの快適な飛行特性ゆえに、この目的の飛行機としては大変人気があった。1914年5月に初めて公開されたタイプは、その後、当初の22フィート、 6.71メートルの幅を24フィート7インチ、7.49メートルに広げ、かつ上、返りズのを1.75度に設定した主翼に交換して、ブリストルスカート A と呼ばれた。また方向打は、増積され、80馬力のグノームラムだ。ロータリーエンジンは、前の開いた円形を下より、一般的な形式の6分割カウリングに収められていた。 イギリス軍が1914年5月14日、ファーンボロ飛行場で最初にテストしたとき、スカウト A は 97.5mph、時速 157km の最高速度を記録した。スカウト A はまた、その夏2つのエアレースに参加した。それは、イギリスのカーベリー卿が、エンジンなしで400ポンドで購入したものに80馬力の、ルローの QC9 気筒ロータリーエンジンを取り付けた。 機体であった。このスカウトは2回目のエアレース参加時、イギリスのヘンドンとフランスのベルサイユ近くのビューク、ブーク飛行場を往復する途中で燃料不足のためイギリス海峡に不時着水した。フランスで誤ってタンクの半分しか給油されていなかったことがその原因であった。スカウト B は2機のスカウト A にエンジンのルローヌ 80HP ロータリーエンジンを 装備した改良型として作られ、翼の仮面に半円形のソリを装着し、方向打の増積が図られていた。これは第一次世界大戦が勃発したことに対応して、軍用の仕様として作られたものである。これら2機のスカウト B は、イギリス陸軍航空隊のシリアル644と648都市1914年9月20日から用いられたが、 シリアル644の機体は、その年の11月20日、富士見に失敗して、修理不能な損傷を受けた。タイプ1スカウト C はスカウト B とほぼ同じであり、イギリス政府から、1914年11月5日に、陸軍航空隊用の12機、同年12月7日に、海軍航空隊用の24機の発注を受けた。両者とも、スカウト B と異なり、 スカウト A と同じ80馬力のグノームラムダ、ロータリーエンジンを装備していた。これら36機のスカウト C は、スカウト B の6分割カウルより、正面開口部が大幅にいい、ドームフロントカウルを装備していた。これら初期のスカウト C はまた、主燃料タンクをパイロットの肩の部分の真後ろに置いていた。そしてタンクと、 その給油口の蓋に対応するために、パイロット席直後の背部に高いフェアリングが設けられていた。海軍航空隊向け50機と陸軍航空隊向け75機からなるスカウト C 航機製作型は、グノームラムダエンジンが用意できない場合は80馬力のルローの級 c エンジンに変更することができるように、カウルを正面がフラットで奥行きのあるタイプに変更していた。また、 重量配分を改善し、エンジン駆動の信頼性を増すために、燃料タンクをパイロットの前に移した。残りのスカウト C のカウルは、全部開口部の狭いドーム型のままだった型が、冷却効果を上げるために、しばしばカウル下部の後端が切り取られた。最後の、そして最も多く生産されたタイプは、スカウト D で、スカウト C への一連の改善の結果として登場し、徐々に、 旧型と交代した。スカウト D への変化のうち最初に挙げられるのは75機の海軍用スカウトのうちの17機に適用された翼上海リズムの1.75度から3度への増加である。海軍用75機のうちのそれ以外の機体については尾翼面積の増大、補助翼服の短縮及びエンジンカウルの全面開口部の増大が行われた。変更後のカウリングは スカウト B に類似していたが、ワンピースのものであり、また、右下部に膨らみを持つものもあった。その膨らみは、性能向上のためスカウト D の最後のバッジに、導入され強力なグノームモノスーパープ、ロータリーエンジン、9機等、100馬力を収めるためのものだった。スカウト D は、約210機が作られたが、その内訳は、海軍航空隊発注分が80機。 空軍発注文が130機であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。